まだそういえば、はい、フライデーで K1 の浩司さんがね、はい、もう来日に来てますけどね、最近ね、はい、あ、そうだった、はい、美女、お家帰り、二股報道、はい、いややっぱ格闘家ってそこは VV なんですか。いや、まあまあ格闘家モテるでしょ。あ、そうなんですか。あ、多分モテるんじゃないですか。小田さん実際どうなんですか。いや、まあでも俺もまあなんか試合とかね、終わるとね、まあ知らない女性からね、インスタグラムとか DM もらったりとかしますよ。え、まあね、ちょこちょこね。まあ英雄色を好むって言いますからね。いや、そうっすよ。だってまあね、昔古来からさ、ね、日本のね、お殿様ってさ、ね、大奥でみんないろんなね、女性たちにね、囲われて生きてきたわけじゃないですか。だからいいんじゃないですか、その時代の強者はそういう美女たちに囲まれてね、生きるっていうことでいいんじゃないですか。そうだな。そうですよ。すいません、撮影始まってます。マジで。変な話しちゃってたじゃんよ。カットして、カットということで、今日の小田さん、大好評企画次回、待ち遠しいと声がたくさん来ている、ね、そんな声一つもなかったけどね。岡田と週刊 MMA と第2回今日やりたいと思います。岡田さん、今日ね、はい、この企画、にわか MMA ファンの僕がですね、はい、岡田さんに語ってほしい話題をですね、はい、もう雑誌をね、渡しますので、それについて自由に語ってもらうという。これ本当は最初お断りしますけど、これマジで俺何も知らせられてないんで、多分間違ってることとか、時系列がちょっと違ったりとかは全然あるんで、ね、違ってたら、ね、コメント欄でぜひ、ね、教えてください。そこは本当すみません。じゃあ、どうぞ。今日の歌はこちらです。今日なんだろうな、やだな、なんかちょっと変なネタだったら。来たー、これ来たー、これもうこのまま見せますよ。かっこいいっすね、ゴミさんと川尻さんのね、これかこれか。いや、これについてまあ岡田視点からフリートークつらつらと語るというね、企画なんで。うわ、でもこれ来たか、熱いっすね。熱い、はい、いやいや、これは、いや、何を隠そう、いや、岡田亮が MMA を志そうと思ったきっかけになった試合ですよ。え、そうなの。うん、いや、マジで。これ、なんかのインタビューでも話してますけど。あ、そうか。うん。いや、もう本当、ゴミ高則 VS 梶井達也を見て、俺は本当にこの競技すげえな、かっこいいなって、いう強烈に植え付けられましたからね。え、ちなみにこの試合知ってます？ね、はい。数々のレジェンドの試合がたくさんある中で、はい。川内ゴミ達也は、もちろんね、はい、見たことない。見たことないんすか？マジっすか？ゴミ川尻見てないんすか？見てないっすね。いや、マジか。これじゃあまあ何から話しますか？まあ、なんかね、はい、当時すごい、プライドっすね。プライドで、めちゃめちゃ有名で、うん、トーナメントやるって話だったんでしたっけ？うん。そう。ライト級グランプリですよね。確かね、2005年ぐらいだったと思いますよ。まあ当時ね、まあゴミ選手は川尻選手より先にプライドに出てる。で、まあ今で言うちょっと朝倉未来選手ポジションというか、超有名だったし当時で、しかもね、負けない強い、もうゴミ高則と言ったらもう当時結構スーパースター的な立ち位置だったっすよ。で、川尻さんはそのゴミ選手の後にプライドに参戦したのかな。いや、俺これ映像でね、確かね、テレビで見てたんですけど、確か当時はそのカージェイさんがシュートの、ね、チャンピオンとしてプライドに上がって、オレイドね、そうですよ、レイドシュートで、で、あのマイクで1回戦で僕と戦ってくださいみたいな感じなマイクをしたのをすごい覚えてますね。その時すごいガタイで、すごい体してて、で、僕多分中学校3年生か高校1年生ぐらいだったんですけど、うわ、この人すげえなってテレビ越しだったんですけど思った記憶あります。覚えてます、未だに鮮明に覚えてます。その時はライト級のシュート多かった、70キロ
級だから、まあ、当時はウェルター級って言ったのかな、うん、まあ今で言うライト級ですよね、うん、だからなんだろうな、だからこの構図はねちょっと似てますよね、今で言う朝倉未来選手にシュートの王斉藤選手がこうライジンに乗り込んできて KO をして、で次やるのかやらないかみたいなのが、だから2005年だとしたらもう15年ぐらい前のね、ライジンの前身のプライドで、まあ実は行われてたというね。まあ伝説になってますよね、この試合は。もうみんな知ってるしね。感動しますし。なんで見てないんですか？数値します。お願いします。結婚も知らないですか？知らない。いやいや、これはね、本当俺当時ただのサッカー少年だったんですけど、すごいド素人だったんですけど、そんなド素人の心の奥底に響く試合で、いや全然格闘技、そうですね、そんな詳しくなかったんだけど、もう誰が見てもすげえなっていう試合でね。いや今になってあの試合をちょっと分析してみると、いやその距離で全段全力でお互いに打ち合ったら、それはどっちか倒れるでしょっていう試合をしてますよ。その1回戦でね、その2人をね、日本人同士でぶつけて、で、やった当時のね、プライドの運営も、さすがですよね。それが本当面白かったっすね。で、結果、打撃を効かせたゴミ選手が、最後は、バックチョークで、確か、カージン選手から1本取って、ゴミ選手が勝ったんですよ。あ、そう？うん。で、そのまま、確かゴミ選手はグランプリ決勝まで行って、で決勝でまた桜井マッハ選手かな、それは大晦日の大会でその試合が組まれて、でそれもゴミ選手 KO してトーナメント優勝するっていう絵に描いたようなスーパースターぶりで、めっちゃかっこよかったっすよね。もう当時15年前、そうっすね、そんな感じですね。それで岡田亮は、はい、その試合を見て全然ね、まあそうですね、はい、この競技やってみたいな。で当時川尻さんがあの煽り V とか、その試合の煽り V もめちゃくちゃかっこいいんで、ぜひね見てもらいたいんですけど、21世紀少年のね確かテーマ曲で、ね、流れるね煽り V でね、で当時ね川尻さんがシュートで一番のやつが世界で一番強いからみたいなコメントをしてたんですよ。おう、うん、で当時岡田少年の、ね、脳裏にシュートで一番のやつが世界で一番強いっていうのがインプットされたわけですよ。でまあ俺もそこからシュートを知って、もうなんかそれいろいろ調べてたらね、 そもそもゴミ選手もねシュート出身だし、で桜井マッハ選手もシュート出身だし、で山本キッド選手も宇野選手もなんかテレビに出てる人はすげえ強い人たちって、もうみんなシュートから出てる人たちじゃんっていうのは、まあ中学生ぐらいだった岡田少年の心にもね強く刻まれて、あじゃあとりあえず、まあ、格闘技やるんだったらこのシュートで一番を目指せばいいのかなっていうのはありましたよね。なんかそういうね昔の岡田少年の心に響いて、まあ今やねその少年岡田亮もこんな色黒くなってひげも蓄えてお礼のシュートになったわけですけど、小木さんと川尻さんの接点とかできた？いやこれ実はあれなんですよ。いやゴミ選手とは全くないです。ただ川尻さんとは何回も練習したことあります。実は川尻選手はパラエストラ松尾の松戸プロ連って、それももう20年近く行われてるって松尾さんが言ってましたね。その松戸プロ連に長く川尻さんも参加されていて、結構何度か練習させていただいたことがあって、すごいね。はい、あの当時見てて憧れ、本当そうっすよ、本当そうっすよ。だから初めてねスパーリングした時がめちゃくちゃ緊張して震えたしもうドキドキで、でやっぱめちゃくちゃ強いですしね、もうその時は覚えてますね。でいや実はあの時の岡田少年もまあ、当時ね、そのブランカーの向こう側のね、スーパースターの川尻達也さんがさ、ね、練習でさ、ね、自分とこうスパーリングしてくれるみたいな、舞い上がっちゃうわけですよ。テンション上がっちゃうわけですよ。
でも最初はそんなやっぱ俺なんか話しかけていい人じゃないから。だけどまあそれ時矢たちある時ね、実はね一回ね、風さん写真撮ってもらっていいですかっつって涼々しくね写真をお願いしたことがあって、でもうカジュさんすっごい、ね、いい方なんで、夏屋さんもカジュさんのことほんと大好きで、だから当然ね快く、ああいいよいいよ撮ろうって言って、でその時に僕なんかのインタビューでも言ったんですけど、実はもう中学生の時に川尻さんとゴミ選手の試合を見て、そう格闘技すごいな、いつかやってみたいなと思ったんですよって本人に実はね俺ね伝えたことがあるんですよ。これもう何年も前だけど、そのリアクションは、そのリアクションは川尻さんにこう言われました。どうせゴミ応援してたんだろうっていやこれ本当の話だから本当は、いやそうですよ、はい、あ、またぐなよ、またぐな、帰るな、帰るなよ、またぐなよ、こら、またぐな。まあどっちを応援してかっていうと、いや応援してましたよ。電流現象です。もちろん応援してましたよ。結局3パターンから増えてないじゃん。いや俺ね、長州力さんの YouTube 先にして、長州力さんのねモノマネは最近ちょっとね練習しようとしてだからなんかこう YouTube とかで結構他の YouTube チャンネルもねこう答えにきって質問してくるんですよ。ああ そ, う、ね、でそういう時に俺なんかね誰かのモノマネでなんとなくうやむやにして切り返そうっていう技を今開発中でして、そこその解説しろ、そうそう、でそのなんかレパートリーの一つに入れようと思ってるのが長州力さんで、最近俺長州力チャンネルめっちゃ見てるバカたれ慎太郎バカたれが形変えるぞ刑事いろいろ解説してもらいましたけど、はい、まあこれね、いろいろと人生に役立つ、格言お願いします。まあこの話、この試合、今日の話題を通して人生に役立つの言葉、ね、うん、まあ大元のあの番組と全く一緒ですね。あ、オマージュ、オマージュ。まあだから今日ね言いたいことは、みんなね本当シュートを見てほしいってことですね。うん。うん、ね、ゴミ選手っていうのはね、シュートのね世界チャンピオンだったんですよ。あ、俺でしょ。そうなんだ、うん、第5代ぐらいだと思います確か、ウェルター級ので、カジーさんもその後シュートの世界チャンピオンになった。つまりさ、シュートの世界チャンピオンとシュートの世界チャンピオンがプライドでグランプリの1回戦でとんでもない未だに語り継がれるような伝説みたいな試合をしてさ、日本国中の格闘技ファンを盛り上げてたわけですよ。で、なんでこのシュートシュートって言うかというと、これ第1回ですよ。この番組の第1回で実はそのシュートの成り立ちについてお話ししてるわけじゃないですか。あれのね、第1回見てください、見てない人はね。あの歴史を経てできたシュートの子供たちが、ね、あの時もシュートのチャンピオンたちがさ、プライドを盛り上げて、で、さらに時は流れて、今もね、見てくださいよ、ライジン、堀口恭司選手、斉藤豊選手、荻窪博正選手、川名選手、みんなこういつもどの時代でもやっぱシュートのチャンピオンたちはその時代時代の格闘技の中心にいるということなんで、まあぜひね、ライジンからね格闘技好きになった方もね、本当シュート面白いんで、マジで本当ここが思うんで、ぜひねシュート見に来てください。まずコウジ選手の話に戻りますけど、またそこ戻ります、うん、ね、好きっすね、まあ、一応ね、ちゃんと世間で岡田亮って調べるとイケメンとか出てくるぐらいだからやっぱイケメン格闘家岡田亮としてはやっぱね、そこをもう少し掘り下げたいなと思って。さっとやっぱ、ね、はい、モテるんですか。いやいやいや、俺硬派なんで。
いやもう、まあ、僕はちょっとすみません、そういう話苦手です。後半、後半でね、僕いや、なんかインスタで女の子の DM めっちゃ来るいくやないかい。モテますね。